さあそれではドラゴンクエストビルダーズ2の体験版の実況プレイ続きやっていきたいと思います。さあというわけで変な島に流れ着いた主人公ですが、さあこれからどうしていくかを、あそこに行ってから考えましょう。あ、そうそう、今回は壊せないブロックもこうやって持ち上げて運ぶことができるから何かに使えるかもしれませんね。お、ちょっと待って、これ何？あ、なんだ、昆布か何か果物かと思ったけど、そうでもないな。よし、さあ早速あそこに向かっていって砂の壁を破壊しましょう。よし、今回はお、ちょっと待って、下の方を崩すと上が落ちてくるとかそういうこと？あ、違うの。あ、そうっぽいね。一応トンネルは普通に作れるっぽいな。うん、通常攻撃で上の方まで攻撃が届くと、そういうことか。よし、さあトンネルをくぐっていくと、お、さあ空っぽ島、始まりの無人島。無人島という割には何か人の気配がしたような気がするけど、うん、結構不思議な岩の形をしている。お、さあ何者かがいる。赤い空か。まさかここは地獄か、それとも天国ってやつなのか。うん、黄昏れてる何者か。お、おい、そこのツンツン頭、貴様誰だ。いや、あんたこそ割とツンツンしてない。うん、さあ、あれはオープニングムービーに出てきたおそらく相棒となる人物。お、おーい、はじめまして、ちょっと上から失礼します。貴様どうやら生きてるらしいな。どうやってここに来た。流されてきました。おう、乗っていた船が沈没してここに流れ着いたらしいか。それで貴様は何者なんだ。え、何者でもございません。あ、そんなことないか。さあビルダー見習いのトラニカ。トラ名前つけてみたけど、うん、やっぱり変な名前だな。なんだビルダーって。ビルダーをご存じない。まあいい、面白いものを見せてやる。俺についてこい。お、さあ初対面の相手に見せたいものとは。俺の名前はシドウだ。さあこっちだぜトラニー。さあシドウという名前には聞き覚えがあるけど、うん、さあまさか魔王と同じ、魔王というか破壊神と同じ名前を持つ少年。すごいご丁寧にこっち見てくれる猫か。お、オッケー。なんか変なのがいるけど、変なのっていうか、いやある意味では変なのか。はっはっは、どうだ、ここの連中みんな死んでやがるんだ。なかなか面白いだろ。まさかのドザエモン。すいません、変なものとか言っちゃって。どうやらこの島で生きているのは俺と貴様だけみたいだぜ。うん、ん、乗っていた船で俺の姿を見なかったような気がするだと。そうか、だとしたら一体俺は。うん、さあ乗っていた船の漂流者ではないようだ。おう、ててん、うん、おい、あの女はまだ息があるぞ。いや、っていうかどうする、いっそ楽にしてやるか。ああ、なるほど、そういう選択肢もある。もちろんはい、いいえで答えて、いいえと答えたらどうなるか。うん、いや、この場合はいって言ったらダメなのか。あえてこっち。うわー、残念。さあこっちは、あー、なんだって、消えちゃうだと。屍は波にさらわれ海の彼方へと消えていった。意外と流れ強いな。こっちして壊していく。これは何でしょう。あ、ちょっと待って、これスライムか。スライムが、あ、逆さまになって寝てる。うん、あ、消えていく。魔物って屍って残るんだ、初めて知った消えちゃうかと思ったけど。うん、さあ残念ながらほとんどのキャラクターは、あ、うん、これもなんか死体かと思ったけど、おお、待って待って、昆布取り手伝ってくれる、マジかまさかの。うん、よし、他に死体はなさそうだから話しかけましょう。つうかもう口が水の中に入ってるから割と普通に知るねこれ。うーん、ガボボボボ、幅、おお、ここはどこ？
天国か地獄だといいけど、私は一体？ててん。お、あ、あなたたち海賊ね。ルルの身ぐるみ剥が好きなんでしょ。ひどいな。助けたわけでもないけどね。あー、泣き出しちゃった。お、まさかの。あれ？足早え。ギャンギャンうるさい女だな。あのあたりか。どうする？あの女、口が聞けないようにしてやるか？うん、なるほど。結構なんか指導君とは気が合いそうな気がするな。ゲヘヘヘヘヘ。お嬢ちゃん、こんなところで何してるのかな？さ、追いかけてきて普通に話して割と、彼女からしたらかなり恐怖だよね。近寄らないで。ここはどこなの？ルルは一体。っていうか、主人公のこと覚えてないのかな？あ、船で話しかけなかったパターンも考えられてるのか。どうやらここは無人島ってやつみたいだな。瓦礫と砂と死体以外は何もない。あら、お、おお、なんだあなた。あの船に乗っていたビルダー見習いね。ニコニコして魔物の命令を聞いていた。返す言葉もございません。わ、どうするのよ。無人島なんかに流れ着いて、あなた責任取ってよね。だって勝手に嵐が来たんだから、そんなこと言われても。え、助けが来るかもしれない。それまで何か作って待とうですって。わあ、ビルダー中かよ。そっか、あなたビルダーだもの。見習いでも少しは物を作れるのね。ここにはボロの作業台もあるし。あ、あるんだ。そうね、助けを待つ間に何か作るとしたら。お、さあミッション、ルルのお願い。助けを待つならせめて雨や風を防げるお家が必要ね。お部屋は2段以上の壁と扉があれば完成するわ。この壊れたお家を利用すればできるはずよ。お、近くにある茶色い船の残骸をあなたのグローブで掴んで壁の隙間を埋めてみてちょうだい。なるほど。あ、あれ、いつ助けが来るかわからないもの、食べ物がなくちゃ不安よね。近くの海岸に桃貝が落ちていたでしょ。焚き火で焼けばきっと食べられるわ。桃貝。焚き火作りには木材がいりそうだけど、海辺に落ちている壊れた樽や流木からなら取れそうよね。お、ああ、それぞれのキャラクターが出てくるアイコン、なかなか可愛い。ゴツゴツした岩の上じゃ寝られないわ。じゃあ砂で寝ろよ。ベッドは絶対必要よ。どうにかしてわらベッドを作れない？ルルとあなたたちの分3つを作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。さあ、口うるさいような気もするけど割と的確な指示でもある。おい貴様、急にベラベラ喋りやがって、勝手に話を進めるな。おお、あなたは黙ってなさい。そもそも何なのよ、そのお腹丸出しの服は。お腹丸出し、いや、そんなに丸出しじゃないや。せめて胸元あたりだよ。ん？何？無礼な女だ。貴様、八つ咲きにされたいのか？ねえ、ビルダー見習いさん、お願いしたもの、あなたなら作れるわよね。まさかのスルー。さあ、無視していく。作れない。え、何ですって？波の音でよく聞こえなかったわ。もう一度聞くわね。なんかすごく威圧感。やっぱりどこぞの女の子のなんか子孫とかじゃないの？いいえ。やっぱドラクエと言ったらやっぱりこれだよね。はい。そう言ってくれると思ったわ。いくらお尻の青い見習いでもこれくらい作れなきゃ。いや、ケツの青いって言ってくれないと。完全に俺お尻青いじゃん。これはルルからのビルダー見習いミッションよ。張り切って作ってね。まあ見た目はそこそこ可愛いけど、まあでも悪くはないかな、今この状況だとね。なんだよミッションって。なあ、この女やっぱり息の根を止めようぜ。それも悪くないが、だが今は作ることに熱中したい。もう作ってくださいって言われたら作らざるを得ない。まったく、泣いたりわめいたり急に命令してきたり、ふざけた女だぜ。貴様はあの女の使いっ走りじゃないんだ。面倒なら無視しろよ。そういうことできるんですか？何？遭難して困ってる？助けてあげようだと？この主人公なんか割と成人じゃね？お、はは、おかしなやつだな。貴様だって遭難者じゃないか。あ、それは気づいてなかったぜ。そういえば貴様ら、ビルダーだとか物を作るとか抜かしてやがったが。物を作るってなんだ？ててん。まあいい、退屈しのぎにはなりそうだ。物作りってやつ俺も付き合ってやるぜ。そうだな、まずは部屋作りってやつからやってみたらどうだ。やり方がわからなかったらもう一度あの女に話を聞くんだな。さあ、なんだかんだ言ってみんな面倒見がいい。さあ、というわけでこれか。何も作れないぞ。あ、
そっか、素材をゲットすればひらめくんだったかな。うん、船の残骸ってこれかもしかして。うん、だいぶボロボロになりましたね。話しかけることもできるけど。おお、なるほど、主人公が取った行動を理解すると。壁の隙間を埋めてやれば部屋になるんだろう。うん、茶色い船の残骸をグローブでなんとかってどういうことだ。うん、さあというわけで指導君に教えてあげましょう。ビルダーとは何たるものか。おお、まさか背後ジャンプしていく。これ持ち上げたら押しっぱなしじゃなくてもいいんだよね。さあまずは埋めて、上を向いて持ち上げ、よし、これは持ち上げられない、よし、オッケー。さあ空き部屋ができました。わあ、おお出た、これいいね。早速お部屋ができたのね。見習いにしては仕事が早いじゃない。お、2段以上の壁を作って扉をつければお部屋になるわ。魔物が来てもお部屋の中ならへっちゃらよ。お、本当に壁とか破壊してくるんじゃないの。ありがとう見習いさん、仕方がないからこのお部屋あなたたちにも使わせてあげるわね。うん、まさか独り占めする気だったのかと思っても、まあちゃんと貸してくれるから優しいのかな。いや、作ったの俺だけど。さあ、すっかり奴隷根性が染みついた俺。あの女が言ってやがったものづくり、部屋づくりってやつはできたみたいだな。あとは確か焚き火で桃貝を焼いて料理を作れって言ってやがったか。貴様そんなことできるのか。ひらめいた。お、やっはー、やっはー。さあ焚き火、枝を組んで作った明るく暖かい照明、食材を入れると料理ができる。おお、ブレスオブザワイルド始まった。ん、どうした、急に薄汚れた本を引っ張り出して。何、焚き火をひらめいた。素材があれば作れるだと。おう、木材と油を素材にそこにあるボロの作業台で作るんだな。すごく理解力高い。だったらこれを使えよ。島にいた邪魔なスライムを絞り上げたら出てきたんだ。出た、スライム油。あとは木材ってやつだが、つうかスライムって油っぽいな。あの女は海辺の壊れた樽や流木からなら取れるって言っていたな。さあ早く素材を手に入れて焚き火ってやつを作ってみせろよ。うん、さあ俺はワクワクしてきたぞ。というわけで作る、焚き火1個、よし。さあこれを置く場所はどこでもいいのかな。まあこの辺がいいでしょ。おおう、それが焚き火ってやつか。なかなか派手に燃えそうだな。それでそいつをどうするんだ。さあ焚き火で料理をしよう。焚き火で料理ができる材料を選び、三角で入れて丸で料理開始。まずは桃貝を探して料理しよう。おってことは複数入れて料理ができるパターンってことか。うん、なるほど、はい、桃貝ね。さあ桃貝はどのあたりかな、記号が出てないかな。ダッシュ、意外と見当たらない。おお、疲れちゃった。水が深いとちょっと重い。それでも金柱やめない。いいけど、貝の様子が全くないけど。お、樽か、これは、あ、木か。うん、意外と桃貝が見えませんね。焼き昆布なら作れそうだけど、どうでしょう。焼き昆布ってなんか絶対栄養素なくなってるよね。ただの焦げになっちゃいそうだけど。スタミナ切れでも押しっぱなしはダメか。ん、お腹が減ってきた、満腹度が 0% になると走ったり連続で叩いたりできなくなる。そうなる前に食べ物を食べよう。しょうがない、おう、しょうがない。じゃあちょっと焼き昆布作ってみるから。ん、入れる、どんどん入れる。あれ、これだけ。じゃあ料理、ん、料理には時間がかかる。料理は出来上がるまで時間がかかる、焦らず出来上がるのを待とう。いや、これ見ておかないとさ。おお、
絶対これ焦げるじゃん。いや焦がしてみようかと思ったら、なんか思ったよりも結構早くできそうだから戻って、さあできた。そしてできてゲージが回転することがないから焼け焦げるということはなさそうだな。さあ炙り昆布を初めて作った、まさかの炙っていく。そう言われるとなんかすごく美味しそうだけど、さあ食べてみましょう。お結構回復するじゃん。なんだじゃあこれ置いとこうで料理する。うん、あごめんごめん、よし。アクションと話しかけるが同じボタンだからその辺はちょっと苦労するところもあるかもしれない。おおい貴様、俺にはまだいまいちわからないもの作りとか素材とかビルダーとか一体何のことなんだ。おう落ちてるものを殴ってぶっ壊せばものを作るための素材になるか、そして素材から新しいものを作り出す、それがビルダーなんだな。ん？ビルダーは世界中にいる？ものづくりを知らないなんておかしいだと？ははは、貴様人のことをおかしいだなんてなかなか言うじゃないか。まさかの気に入られる。俺は物を壊すのは得意なんだ。素材集めってやつ俺も手伝ってやる。おう。あの女は桃貝ってやつが海辺に落ちているって言っていたな。ひょっとしたらこの辺りにあるかもな。なるほど。物を作る人と物を壊す人なかなか相性良さそうだけど。さあ気になる木材壊せないだと。あダメだ、うん、持ち上げられるかな。あいけるね。でも今は必要じゃないから置いといて、ああったぞ。おさあ壊してゲット。うん、なんだその妙な形のやつは。そうか、それがあの女が言っていた桃貝ってやつだな。なんだか危険な匂いがする。まさか生で食うなんて言わないよな。おなるほど、パック、あれ食べられないだとまさかの、うん、何かのフラグというか、押すなよ絶対押すなよ的なやつかと思ったけどそうでもない。おなんだ結構あるじゃん。よし3個あればみんな分作れるかな。よっさあちょっと遠くまで行って怒られてみたいけどあるかな。よしいいね。さあこの辺りの地形見ておきたいけど、まあほぼほぼ何にもなさそうかな。さあマップ、うん、あ全体的にほとんど海だな。何か特徴的なランドマークとか、まあ無人島っていうぐらいだから何もないっていうのは当たり前なんだけど。よしおいいね。基本的には壊したものと同じ種類を壊してくれる、うん、ってことは壁とかは何もないか、うん、そして草は結構必要だよね。いわゆるツルとかツタとかそういうの使うことあるから。おおいいね、ちゃんと味方が拾ってくれるところがいい。お魔物じゃない、話しかけられそうだな。これ魔物なのか。あは話せないこれ叩かなきゃダメなパターン、かわいそうだけど叩くか。お結構硬いじゃん、スライムのくせに体力は10以上あったぞ、すげえな。体力なんか6とか4とかそういうイメージがあったけど。よし何か違う素材はゲットできないかな。青い液体とかなかった、油ばっかりか、うん、よし経験値という概念はないからいいでしょう。よしじゃあ戻ろうかな。さあ戻ってきて受け取って油入れてみたいな。でもまあ入れられるやつと入れられないやつがあるからそれぞれ試すことができそう、うん、でも今回まあ桃貝で、あまだ待って、ちゃんとあの料理マークがつくんだね。へえ、じゃあ分かりやすいわ。油も何かに使えるんでしょう。ん？お？桃貝ってやつを焚き火に突っ込んだのか？そうか、桃貝を焼こうってわけだ。料理ってやつもものづくりなんだな。おお、理解していく。桃貝が焼けるまで少し時間がかかりそうだ。ここで様子を見ていようぜ。うん。なんか、そのものづくりとか根源的な話は分からなくても何をしようとするかはすごく理解してるみたいな感じかな。でどうなるかはすごく簡単に分かってる。うん、さあ謎の存在、うん、話変わらないか。
しょうがない。じゃあルルちゃんに話を聞いてみましょう。ものづくりは順調かしら。お願いきっと叶えてね。あなるほど、もう一回聞くことができるわけだ。うん、詳しく見ない。よし、じゃあちょっと待ってよ。やめるっていうのもあるんだ。さあ受け取る。お、くん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 。わあ、早速焼き桃貝を作ってくれたので、それもらってもいい？いいえ。まあ、じらすなんていい度胸ね。いいから早くルルに食べさせて。これ絶対断れないやつだ。はい、さあしょうがない。お、もぐ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 、がっつくね。お、うん、生臭さと砂のジャリジャリ感が相まってとっても美味しいわ。そのまんまか、あの砂抜きしてないのか。食べられそうな素材を焚き火に入れて少し待てばお料理を作れるの。そのまま食べるよりお腹も膨れて体力もたくさん回復するはずよ。素材を見つけたらどんどん作ってみてね。はい、さあ達成。ベッドはさっき手に入れた草でなんとかなりそうかな。そうだ、まだ聞いてなかったわね。あなたたち名前はなんていうの？トラニーです。トラニーとシドウか。トラニーがビルダーなのは分かったけど、あなたは何者なの？それがここに来るまでの記憶がまるでないんだ。どうやら記憶喪失ってやつらしい。へえ、ビルダー見習いに記憶喪失ね。なんだか面白いコンビじゃない。いやいやいや、あんたも結構この状況で余裕だね。何？こんな弱っちそうなやつと俺がコンビ？寝言は寝てから言いやがれ。おう、お、わあ、寝言といえば、ね、ルル、お腹が膨れて眠くなっちゃった。早くわらベッドを作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。もうすっかり召使いだな。お、さあひらめいたぜ。おお、この主人公そのうちなんか伝説のビルダー的な存在になるかもね。さあわらベッド、草を集めておいただけの簡単な寝床。おっと、やん、なんだよ、やたらと嬉しそうにしやがって。また何かひらめいたのか。こんなんどうです？おう、わらベッドをひらめいたんだな。あれだけ言われてたのに。枯れ草を素材にすれば作れるわけだ。それっぽい草ならこの海岸の西の奥で見たぜ。なんなら辺りを探してみるか。さあバッチリ回収してきてあるので作っちゃいましょう。生活家具、わらベッド、必要数は3つ。うん、さあ3つ作りましょう。はい、あ、ていうかさ、今何気に普通に3つとか言ったけど、前作確かあの1個ずつ作るか、なんか作れるだけ作るしかなかったよね。すごくなんかしっくりくる。やっぱりこうだよな、作れる数が設定できるって嬉しいです。さあというわけでこれをまあ置きましょう。熱くならない程度の距離に置いて、この辺かな。ドン、よし。わあ、ベッドを3つ敷いてくれたのね。とってもいい出来じゃない。あの草の量からこれだけふわふわ感すごいな。ベッドがあれば昼間は体を休めて体力を回復できるの。夜に眠れば朝までぐっすり休めるわ。あ、よかった。じゃあ朝にすることもできるんだ。逆に言えば夕方ぐらいは結構中途半端だな。それにしてもこんな無人島でビルダーと一緒だなんて、パパとママが知ったらどう思うかしら。っていうか君はビルダー見習いとして連れてこられたわけではないの？ルルのパパとママはハーゴン教団に殺されたの。まさかの、結構ハードっていうかヘビーな話。ルプガナっていう町で戦いに巻き込まれて、仕返ししようと思ってあの船に忍び込んだんだけど、気づいたら捕まって最後はこんな島に。うん、なかなか行動力あるな。うん、あれ、なんか昔はなんかここでカシャってこう切り替えられなかったっけ。まあいいでしょう。無人島で変な男に絡まれてもルルは元気よ。ルルのことお空から見守っててね。うん、うん、とにかくこれで夜になったらベッドでゆっくり寝られるわ。二人ともどうもありがとう。お、ちゃんとお礼は言える。なんかちょっと憎みきれないタイプの女の子みたいな。よし、お、さあミッションが全部終わって寝ることはできるけど、これがものづくりってやつか。うん、話しかける。お、部屋作りと食べ物作り、それにベッドの準備も全部やってくれたのね。はい、見習いとは思えない素敵なビルダーぶりだったわ。どうもありがとう。いえいえ、どういたしまして。お、こんな島に避難じゃねえ、遭難しちゃったけど、
あなたのものづくりを見ていたらなんだか楽しくなってきちゃった。あなたと一緒ならここでの遭難生活もちょっぴり楽しいかも。改めてよろしくね。おお、こういうメンタルの人がいるといいよね。シド、あなたはもう少し文化的になってちょうだい。ルルたちを貴様なんて呼んじゃダメ。おお、おかんか。おお、なんか意外と君たちいいコンビじゃない。さあトラニー、これからは毎日焼き桃貝を30個と昆布を50個ルルのために持ってきてね。やっぱりこいつ、うん、息の根を止めるチャンスじゃない。まあしょうがない。まあでも料理を作っておいてね、備蓄しておくっていうのは悪くない発想でしょう。さあダメージを受けるか受けないか。お、余裕だね。ルルは疲れたからもう寝るね。明日からは無人島生活が始まるから2人ともしっかり休んでね。もうこいつなんかすごい厳しい割にはなんか体調管理とかマネージメントはすごくよくできてるな。おう、寝始めた。おう、あ、起こしちゃう。あ、そっかそっか。主人公はあの寝てる人に話しかけることはできないのか。お、おとなしくなったと思ったら変わらず口の減らない女だぜ。だがあの女が欲しがっていたものよく全部作れたな。あのさ、今このカメラ視点さ、ものすごくあのルルちゃんのスカートの中覗こうとしてるんだけど、めっちゃ真っ黒だな。暗黒空間、ものづくりか。うん、おい、ものづくりってやつ俺にもやらせろよ。おお、俺にも作業台とやらを使わせてみろ。なるほど。さあルルちゃんがめっちゃすごい格好で寝てるけど、まあ寝巻きとかないからしょうがないよね。さあこれです。お前が物を作ってるところをずっと後ろで見てきたが、この作業台があれば物を作れるんだよな。どれどれ、これできないパターン多分。あ、できちゃう。マジか、優秀すぎない。おお、むおい、ちょっと、ああ、出た。なんかドラクエビルダーズでうおーっていうこと多いよね。お、どこから持ってきたそのハンマー。ダメだこりゃ。どういうことだ、物なんか全然作れないぞ。くそー、どうなってやがる。俺には物を作る力がないのか。ビルダーにはなれないってことかよ。やり方は分かっていても作る力がない、これはかなりモヤモヤするよね。確か前作もそんな感じだったよね。なんか物を作る能力がなくて、作り方とかレシピは知っていてもできないみたいな。ちっ、物作りなんてほんの少しだけ面白そうだと思ったが、これはどうしようもなさそうだな。仕方ない、お前俺のためにも何か作れよ。何か作れよって、あの女にはあんなに作ってやったんだ、一つくらい作ってくれてもいいだろう。すごくいじらしい、いじらしいっていうかさ、あいつ3つも頼んできてこっち1つだけとか、すごくなんか殊勝な心構え。お、さあひらめいたぞ。さあ今度は何をひらめいた。お、コンボ、木材を削って加工した武器、指導専用装備を、あえて専用装備にしていく、その心意気。俺のために何かひらめいたんだろう、早く作ってくれ。作ったら忘れずに俺にくれよ。なるほど。さあコンボを作ってあげましょう。コンボ、コンボ、木材が2個必要。これは前作で結構役に立ったけど、今回は専用武器か。あ、ヒノキの棒だっけ、前にたくさん作ったのは。うん、なんだそのチンケな棒は。何、物を壊すのが得意っていうから専用のコンボを作ってみただと。そいつはいい、そのコンボってやつ早く俺に装備させろよ。お、装備、指導にコンボを装備させた。おお、これが俺専用の武器か。どれどれ、お、おお、すごい力強い。拍手していく。なかなかいい振り心地だぜ。これなら派手に魔物をぶっ倒せそうだ。このコンボを素材から作ったってわけだ。お前なかなかやるじゃないか。ありがとな、ビルダー見習い、このコンボを気に入ったぜ。ん、どうした、お前は感じたか、向こうにスライムより強い魔物の気配がある。コンボを試すのにぴったりだ。
ついでに俺が弱っちいお前に戦い方を教えてやる。俺と一緒なら少しは強くなれるだろ。お、でも確かパワーアップってできなかったよね。どうやってパワーアップするんだっけ、忘れちゃった。気配がしたのはこの海岸の西だ。魔物をぶっ倒しに行くぞ。地図に目的地が表示された。でも夜に行くのはちょっと、でももしかして今はまだ時間の概念がないかな。うん、持ち上げる、味方を持ち上げるということはないのかな。寝てる子だったら、あ、ごめん下を持ち上げると思わなくて。ああ、なるほど、すごい生命力半端ない。さあ、というわけで今回は部屋を作ったり料理を作ったり、あとはまあ装備を作ったりしたわけだけど、まあこの辺までは普通にドラゴンクエストビルダーズだよね。でも今回はこの持ち上げるって能力や、あと新しいパートナー、うん、指導、かなり意味ありげというか意味深なキャラクターだけど、さあこれからどうなっていくのか。というわけで今回ここで一旦区切っておこうかな。次回は、バトル編か、頑張っていきましょう。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。